こんにちは。宝塚記念の馬柱見ていてすごいことに気づいてしまったんですけれども、なんと去年からほとんど全部メンバーが入れ替わっておりまして、メロディーレーンだけですね、あの、去年も出てた、馬ってます。あと全部入れ替わったということで、すごい世代交代が起きてますね。新世代、えー、どの馬がチャンピオンになるのか予想していきたいと思います。先週ですね、ユニコーンステークスなんですけれども、久しぶりに双方チャートを作ってみたところ、えー、なんと、 穴馬2頭が激走してくれて、やっぱり効果があるなと思いましたので、今週も作っております。これも使いながら予想を発表して参りたいと思います。まずは1番人気から見ていきたいと思います。タイトルホルダーですよね。1番人気になりましたね。エフフォーリアと立場逆転しました。前奏ぶっちぎりがちでしたからね。まあ1番人気も当然。ただ早速ですが、私はちょっとこれ逆らいたい。 私なりに結構理由はしっかりあるんで、ちょっとしっかりと説明したいなと思います。えー、やっぱりですね、一番人気の馬に逆らうってことなので、やっぱりこれね、あの適当な話で、えー、お茶にごすっていう方が僕は失礼だと思うんですよね。私なりの見解、お話しするので、タイトルホルダーファンの方はですね、耳を塞いで。 置いていいいてててたたただだ次次の馬の馬とところかららけければ見ていただけたらと思う次第です、す当然、いくつも理由を用意したんですけれども、まず、非常に分かりやすい点から言いますと、山へ行きたい馬、揃ったんですよね。これですね、客室の分布も表しております。こっち前に行く馬ですね。こっち後ろからなる馬。パンサラッサっていう絶対的な逃げ馬いますよね。それに加えて、アフリカンゴールドも花譲りたくないって言ってるんですよ。 いやタイトルホルダー、花っていうのはもうちょっとね、普通に考えたらありえないですね。えー、まあ、花に行けないとなるとですね、この馬の場合はちょっと気象的に難しいところがあって、やや折り合いを欠きがちになってしまうということ。まあ、実際にこの馬は、えー、勝った時というのが全部逃げ切りがちなんですよね。えー、逃げて勝った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 、逃げて勝ってるんですよ。えー、控えて勝ってたことはない。 で、サツキショーの2着の時も、まあ途中から先頭に立って、えー、2着に粘ってますから、逃げれた時は全部馬券になる。逃げれないと全部馬券にならないという、というのは、まあ分かりやすく出ているところです。まあ、やっぱり地上的にも逃げてのびのび走れると強い馬なのかなというのがあります。まあこれは、あの、誰でも思いつくことだ。まあここからはですね、双方分析なんですけれども、まあこれ結構ですね、えー、特徴的な双方してる馬なんですよね。 はい、双方チャートだこの位置です。あの、人気馬は赤色でちょっと表示しておりますが、まあ、ちょっと偏ったところにいますよね。あのー、結構珍しいです。こういう G1 何個も勝つような一流馬で、これだけ飛びが小さめのところにいる馬ってのは珍しいです。もう一言で言ってしまったら、ピッチ双方と言っていいと思います。結構パワフルに叩きつけるようにして、えー、回転力で走る。 というタイプ。芝の G1 馬として対戦する馬っていうのはどっちかって言ったら、こっち寄りに位置することが多い。飛びが大きめのところに位置することが多いんですが、この馬はピッチ走法で頑張っている馬。ただですね、非常に綺麗な回転で走る馬なので、デビューの時から非常に注目してました。これ、サツキショー向きの馬だなというふうに思いました。あの、こういう回転で走ってしまうと、広いコースで爆発的な末足みたいなものは使えようがないと、えー。ただその代わり、 小回りコースだと、コーナリング性能も高いだろうし、スピードとパワーが相当あるでしょうから、前に行って、えー、しぶとく粘る競馬をすれば、サツキ賞、面白い馬じゃないかなと。サツキ賞でね、結構穴開けましたからね。で、逆に広いコース、ダービーではちょっと足りないと。あの、やっぱり双方分析で合ってたなって思ってたんです。それは喫下賞までです。ここで評価覆されました。 心配能力がめちゃめちゃ高かったんですね。外側からだと、やっぱりね、心臓と肺の機能の高さとかって、そんなに見分けられるもんじゃないんですよね。なので、これ走ってみたら、とんでもなく長距離でハマったと。ただですね、走法は変わりませんので、そこの使える足みたいなことに関しては評価、あまり変わってないんですね。つまり、やっぱりあのピッチ走法で走ると、 広いコースとかだとあの切れ負けてしまうような馬だと思うんですよ。で、それを長距離とコーナーの多さ、小回り、これもね、あの6回コーナーを回る、まあ、狭めのコースと言っていいと思うんですよね、阪神3000、阪神3200というのは。でなので、ごまかせたというあの悪い言い方をしたらですよ、そういう側面が僕はあるのかなというふうに思ってるんですよね。やっぱり距離が伸びるとですすね他の馬もバテますから あのすごい足を使ってね刺してこれる馬ってのはいないわけですよね、まあ、35秒ぐらいで上がれば OK ここもですね36秒4で OK なわけですよねそういうこの馬の特徴と長距離っていうのはですねかなりマッチしたのかなとそれでこれだけ強い勝ち方できたのかなというふうに思ってるんですよねなのでちょっとですね距離が短くなるのはやっぱり、うん、結構マイナスなのかなというところと この半身2200メートルコースってのは私あんまりですね、小回りコースというふうにも考えてないんですよ。これ半身2000メートルコースってのは,は結構小回りコースという範疇だと思ってるんですが、2200だとですね、だいぶ話変わってくると思う。最初のストレッチがやっぱり200メートル違うってうのはですね、あのレースの流れが全然違くて、リズムが全然違うと思うんですよね。えー、大飛びの馬がいいリズムでレース運ぶことができちゃいます。こういうピッチ走法の コーナーリングでうまくごまかしていきたいタイプにとっては、あの、ちょっとね、アドバンテージが削られるっていうふうに考えるんです。なのでですね、コース形態もそんなに合ってないかな、ということで、なんとか頑張ってこのように下がろうというふうに考えてます。あと付け加えるんであれば、僕の感覚では若干オッズが下がりすぎ、ちょっと見合わなくなってきてるかなと思います。というのはやっぱり前走がですね、あまりにも強い、あの、見るからに強い貸し方をしてしまっている。僕はこれは、 あのですね、シルバーソニックが落馬して、空馬がですね、ちょろちょろしてたのは、ちょっとやっぱりこの馬には、プラスには働いてたと思うんですよね。この馬はそれより前に入れましたので、その後ろはですね、結構気遣ってレースしなければいけない部分もあったりした、あとはトラックバイス的に内側伸びていたっていうのも重なったので、あもちろん、 シルバーソニックの落馬とかトラックバイアスとかがなくてもこのまま勝ってたと思うんですよ。勝てたと思うんですけれども、ちょっとね、あの大差勝ちっていうのが余計に人気を煽っちゃったかなっていう感じがするので、うんやっぱりちょっと手出しづらくなってしまったかなっていうふうに考えております。ということで今お話し,しました通り、この阪神2200メートルって結構競馬場を大きく使う、広く使う、よくできたコース。 結構大飛びのポテンシャルが高い馬が力出し切りやすいコースだというふうに考えているので、こっち方面、飛びが大きい方に、の馬に期待したいっていう考えがあるんですよこれはですね、双方チャートを作っていて、感じたことですけれども、あの芝の中長距離の G1 すとしてはですね、これだけ飛び小さいところに馬がいっぱいいる出走メンバーっていうのは珍しいですね。 飛び小さい馬かなり揃ってると思います。えー、その分逆にこのね、飛びが大きく潜在能力高い馬にアドバンテージあるんじゃないかと思うので、こっちを狙いたい。中でも飛び抜けて飛びが大きいディープボンドには期待したいので、これ本命ということですね。最初は考えたんですけれどちょっと届かないかもしれませんね。というのは、先週開幕した阪神コースの芝がですね、かなり高速馬場ですね、えー、統計が速い。 で特に、内回りコースがですね、あの、打ち前残り、ちょっとひどいですね。まあ、先週のマーメイドステークスも、ウィン・マイティが打ちでね、貯めていて、直線、かなり楽に抜け出したわけですけれど、逃げた、ハギノリュクスっていうダート馬とかも結構粘っ,た粘ってしまうっていうのはですね、かなりの打ち前残り馬場ということになると、いや、この馬がですね、乗り難しいですね。かなりの長距離馬。 あステイヤのの強い馬なのでちょっと短い 2200m の超高速馬場だと、あのー、そのスピード不足を補うためにどう乗るかっていうのを考えなきゃいけないでそうするとですね多分早めに仕掛けて足を出し切る競馬って考えるんじゃないかと思うんですよね、まあ、そうすると、まあ、基本的には外回って追い上げなきゃいけないですよねで外回すとね今伸びないんですよね外がね で3、4コーナーから外回していくと、これ、トラックバイアスかなり不利なんですよね。伸びないんでな。僕なんかがもし機種だったりしたら、もうワンチャン狙って再打ちつくんですけれども、有馬記念の時にね、打ちつく競馬してますから、別にできない馬じゃないんで、したいところですけれども、ただね、うちがこういう大飛びの馬で打ちつくの怖いですよね。さばくのは下手でしょうしね。まあ、なかなか思い切れるものじゃないと思うんですよね。単純に前詰まったらおしまいですからね。 まあ結構人気なんで、それもできないかなと考えると、や,やっぱり乗り難しい。もうね、ほんとね、一雨あればと思ったんですよ。一雨あれば、2分11秒台のババになってくれたら、全然あると思ったんですけれども、雨降らないっぽいですね。なんか梅雨が終わったかのような天気なので、難しい。雨待ち、そして内枠待ち、そこら辺がもし条件揃えばという感じで考えました。 で、次に、デアリングダクト。これ面白い存在ですよね。ただ、双方的には、この復帰してから、ちょっと、なんかピッチ双方気味になったっていう話があるじゃないですか。この中間の動きを見ていましたけれども、やっぱりですね、結構ピッチ双方になってきてるんじゃないかと思います。もうちょっと、これ、上だったんですけれども、これ下の方に下げてきてしまいましたね。まあ、ビクトリアマイルの時には、ピッチ双方になってきたので、マイルぐらいの距離が今向くんじゃないか、みたいなね、コメントもありましたからね。 ちょっと心配まあ、さらに言えば、もうこの中間、ちょっとあの気持ち的にもかかり気味だということが言われているので、松山騎の口ぶりもややさえないかなというところがあるので、うん、穴なら狙おうかと思ってましたけれども、ちょっとね、人気も出てきてしまってきているようなので、狙いにくくなってしまったかなと考えております。となると、次はポタジェですね。これ、なかなか双方いい馬なので、私、評価しております。うーなので、大阪杯、勝ったのはそんなに驚きませんでした。 回転とストライドのバランスがいい馬で、安定感もある走りなので、内を回る競馬なら、これをやれるんじゃないかと見てました。なので、それだけにむしろ、このアメリカジョッキークラブカップの大敗は、物足りなかったなと思います。やっぱりですね、距離長いと思ったんですよ。結構レース校舎タイプ、立ち回りの上手さで戦うタイプだと思うので、距離適性、コース適性があんまりなかったと思ってます。そして、天皇賞秋の、 唯一掲示板外した競馬っていうのも、ちょっと物足りなかったかなと。これは若干5 8キロという筋量も響いてたかななんてことを思うので、結構中型馬で筋量響くタイプかなと思うので、そのあたりが心配です。このままですね、あの芝の G1 馬としては、結構飛びは小さめなタイプだと思います。 まあ前走大阪杯の予想の時に結構強調したことですけれども、まともなコースじゃないんですよね。あの、うちにこだわってロスなく運ぶと結構得できるので、それができてハマったということがあるので、2200に延長して、再度同じようにハマるかっていうことになると、うん、簡単ではないかもしれないなと思います。もうそうするとですね、もう君しかいないんですよ。エフフォーリア。君しかいない。 距離も問題ない。え、飛びが大きくて、この広いコースにも、適性が高そう。そして、この内伸びババで、内を吸いでくることもできる。そして、能力は、当然、この中では一番ということでですね。君しかいないんです。前走の大敗で、信頼度を大きく落としてしまいましたね。一気に人気なくなってしまいました。いや、私も、前走を見るまでは、完全無欠な男だと思ってたんですよ。ひたすら強いエリート君だと思ってたんですが、ちょっと情けなかったですよね。ちょっと見る目変わってしまいまして。枠が頻馬に挟まれてたんで、 泣きながらゲートに入って、そわそわして、角に顔面強打しちゃって、それで全然力出しきれなかったっていうんですから、なんか急になんか人間味溢れる感じになってきましたよね。エムフォーリアかみたいなね。なのでいい意味ですよ。いい意味で本当にあの、人間味がね人、人間味というか旨味、うま味うま味がありますよね。いや本当になんか応援したくなってきちゃいまして、あの、で、今回の中間は、もう前回のぬるい仕上げじゃなくて、もう本気で、 しっかり仕上げるぞっていう風に気合を入れて臨んだら、なんか全然やる気ないっていうですね。なんか横山騎手にもすごい叱られるっていうですね。M4 リア、本当に、M4 リ、M4 リ、あのー、まあ、本当にあの、応援してます。本命にしたいと思ってます。こういうことあったんですよね、昔にも。これはですね、スペシャルウィークの4歳秋と全く同じパターンですね。完全無欠の一流馬が急に動かなくなることってあるんですよね。 あの、馬娘でもおなじみのスペシャルウィークですけれども、あの馬はですね、4歳の秋に急に動かなくなって、状況でも動かなくなって、京都大商店の時にまさかの人気を大きく裏切る7着大敗したんですよね。で、これ叩かれて一変するかと思いきや、天皇賞秋の追い切りでも全然動かないと、いうことありましたね。で、竹豊騎手も、絶対無理だという風に思ったって言ってるんですよね。ゴール寸前まで勝てると思わな 信じられなかったとでも本当にそれぐらいの,あの状態だったんですよあのスペシャルウィークがですね単所6.8倍まで下がってるんですからよほどのことでしたねで距離的にもこの馬にとってはあんま合ってなかったところになったんでかなり奇跡の復活って感じでしたスペシャルウィークステイゴールドの馬連でマンバだったと思いますいやそれぐらいですねあのなんだろう一流馬って賢くてですね競馬をなんか理解しちゃうのかもしれないですよね 一般的にはずるくなるっていう現象。余計な力使わなくなっちゃう。レースだけ、本番だけ本気で走れば OK。調教なんかでは俺力出さねえよ、みたいなね、感じになっちゃうことありますから、本番でね、答えを出してくれるんではないでしょうか。こんなに人気がなくなったんなら、信じてみたい。で、追い切りの動き見ましたけれども、そんなに外見上はですね、変わった風には見えなかったですけどもね。 双方的にも綺麗に足上がってましたし、いつものエフフォーリアの走り方はしてるなっていうふうに思いました。スペシャルウィークとかに比べたらですね、そんな心配するほどでもないような気がします。で、まあこれはね、やってみなければわからないことをどれだけ予想しても仕方ないところもあるので、予想する側としてはですね、そんなことよりも枠の心配した方がいいんじゃないかというふうに思います。あの、やっぱり、この競馬はですね、状態良ければ、 この馬力を出せれば簡単に勝てますよっていうほどあの甘くない気がしますね。というのはトラックバイアスがかなり強烈だからです。あの本気のエフォーリアでもう大外回ったらですね、ちょっと間に合わないかもしれないです。なので、いやこの馬は僕はなるべく打ち下ろすなく運んでほしいんですよ。それができる馬だからあの実際のところをあの押したいというのがあります。皐月賞の時にも馬ゴミのね、最打ちで じっと我慢してえ、空いたところをスッとついてくる。非常に器用な競馬もできる。もういろんな競馬ができる。本来は競馬の天才っていうような馬だと思うんですよね。で、前走は6馬枠だったんですけれども、あまりですね、うちをロスなく運ぶっていうような考えはなかったと思いますね。これはもう力が抜けているから、外を回ってあの安全な競馬しようっていう競馬ぶりに見えました。だからかなりまともにこの馬なんかは、 大外を回っちゃってしまっている。だから、あの考えようによってはですね、もうあんだけちょっとロスのある競馬したら、これぐらいの負け方は仕方ないのかなっていう考え方もあると思うんですよ。外回ってて先着許したのって、まあ、レイパパレイ、ヒシグアス、ステラリアぐらいなんですよね。あとはみんな結構打ち下ろすなく回ってたんで、こういう負け方になります。まあ、ともなコースでもありませんので。で、今回は、こういうちょっと乱暴な競馬しない んじゃないかと。この時は圧倒的一番人気だったんで、あの、うちでね、詰まったりしたら、もう取り返しつかないっていうことで、外ぶん回しましたけれども、今回立場違いますからね。二番人気、チャレンジャーみたいな立場です。えなので、まう、あ、ちが伸びる馬場パであれば、普通にうちで溜めるんじゃないかと思うんですよね。そういうこの馬の競馬センスにも期待して、今のところ本命で考えております。ただこれはですよ、もちろん条件つきますね。 18番とかですね。大外枠引いたら厳しい。なので、申し訳ないんですが、枠が出まして、え外枠引いた。そして忘れちゃいけません。牝馬に挟まれちゃっていたら、また危険。その時は穴馬から行きたいなと。もう一頭、ぜひ狙いたい大穴馬見つけておりまして、次の動画で発表したいと思います。なので、よろしければ、チャンネル登録お願いいたします。 そして先週も効果を発揮しました。双方分析なんですけれども、双方チャート以外に全場双方採点というのもやっております。概要欄からリンクしております。えー、無料メルマガで配信しますので、チェックしてみてください。メンバーシップの方では3条の予想、事前予想を週中に発表しております。良ければそちらもお願いいたします。次の大穴動画も見ていただけたら幸いです。ありがとうございました。